皆さんこんにちは。ナビゲーターの旅蔵です。本日私は京都市の木屋町高瀬川沿いに来ています。このチャンネルでは年間60泊ホテルステイをしている私旅蔵が様々なタイプのホテルに宿泊してホテルレビューをしています。京都のホテルもたくさんご紹介しておりますので、もしよろしければいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。はい、本日のホテルはこちらザ・ゲートホテル京都高瀬川 by ヒューリックでございます。こちらはですね、廃校になってしまいました元京都市立立誠小学校を保全再生した既存棟と新築棟からなるこのね、再生プロジェクトなんですよね。京都ではこの一等地小学校がですね、市内の中心部に残っておりますので、これを再生するプロジェクトが最近流行っておりますけれども、それの代表作と言われるホテルとなります。こちら1階にはですね、ブルーボトルコーヒーのようなね、最新トレンドのお店がいくつかありまして、楽しい雰囲気となっています。そして奥に進みますと、小学校の時に使っていたグランドピアノがありますけれどもね、このような吹き抜けの空間となります。こちらには大きなソファーが置いてありまして、宿泊者以外ショッピングの方もね、ご利用できる空間となっています。はい、そして奥の方にはザ・ゲートホテルの入り口があります。とってもスタイリッシュですね。はい、それでは早速ホテルの方に入っていきたいと思います。こちら1階の方入りまして、エレベーターで8階の方に上がっていきたいと思います。はい、こちら8階でございます。8階はですね、展望レストランとフロントレセプションがあるロビー階となっております。はい、素敵なね、聖火がアートのように飾られておりますけれどもね。はい、こちらを見ながら奥の方が、こちらがフロントのカウンターとなります。こちらでチェックインチェックアウトなどを行っております。はい、それではチェックインが終わりましたので、早速客室の方に行ってみたいと思います。こちら客室階の廊下でございます。はい、それではね、早速お部屋の方に入っていきたいと思います。はい、このようなとてもかっこいい鍵となっております。はい、タッチ式ですね。中入っていきたいと思います。はい、お部屋の中でございます。ちょっとね、面白いのはね、廊下っぽい空間がありまして、下がね、タイル張りになってるんですよね。すごく高級感があって面白いですね。そしてバゲッジラックなどがありますが、では早速中に入っていきたいと思います。はい、こちらがお部屋でございます。はい、ハリウッドツインといいまして、ベッド2台が空いてあるツインベッドのお部屋です。そしてね、この壁見てください。すごくかっこいいですよね。エレガントにまとまっていまして、間接照明が入ってね、すごくスタイリッシュな感じになっています。はい、そして京都らしいね、はい、こういう白のライトは素敵ですね。はい、こちらにね、 USB の電源があります。はい、間接照明がね、入っておりますけれどもね、こちらがね、デザインがすごく素敵ですよね。はい、そしてベッドにはね、枕が2個とクッションまで置いてありまして、そしてね、ふかふかな感じのナイトウェアがあります。素敵です。5個入ってます。そして特徴的なのが、このベッドスローっていうんですかね、幅がむちゃくちゃ大きいですね。あんまり見たことないですね。はい、そしてこのね、文様がすごく素敵ですね。はい、そして面白いのはね、タイルからここから絨毯になっていますね。すごく素敵です。そして空気清浄機があって、はい、とても大きな壁掛けテレビがついています。では奥まで行ってみましょう。はい、こちらはね、電話ですね。はい、そしてライト、こちらね、ナイトパネルがありますね。調光もありますね。はい、そして電源があって、はい、ここにソファーセットがあります。こちらでゆっくりね、ティーブレイクやパソコン作業もできますね。はい、景色はね、後ほどちょっと見てみたいと思います。すごく素敵ですね。はい、反対から見るとこのような感じとなっています。
はい、ここはではミニバー周りです。はい、ネスプレッソがありますね。コーヒーが4つサービスであります。はい、お水もありますね。はい、そして、これ充電のケーブルがついてますね。そして嬉しい辻斬りのお茶、そしてプレミアティーのアールグレー、結構ね高級品が入ってますね。はい、そしてペンとメモです。はい、中開けてみましょう。はい、冷蔵庫は空になっています。はい、そしてこちらはね、はい、グラスとコーヒーカップですね。でこのグラス可愛いですね、わかりますかね。はい、ゲートホテルの柄が入ってますね、素敵です。はい、そしてマグカップが置いてありますね。はい、可愛い感じでいいですね。はい、そして戻りまして、下はアイスペールと、電気ケトルがありますね。はい、そしてゴミ箱があります。はい、十分ですね。なんかすごく素敵なエレガントな感じのお部屋でございます。はい、ではね戻ってみてクローゼットを見てみましょう。はい、クローゼットの中は縦にハンガーですね、4本入ってますね。あと女性用は2本。はい、そしてスリッパがあります。こちら鏡がついてますね、すごく広く感じますね。はい、そして反対側の方も開けてみましょう。はい、こちらに消臭剤じゃないかな、これはエアリフレッシャーと書いてありますね、消臭剤ですね。はい、そしてこちらが金庫ですね。はい、引き出しがあります。はい、ステーショナリーグッズが入っていました。下はですね、はい、ランドリーバッグですね。はい、まあこちらは長期滞在の時はね服を入れたりできるのでね便利ですね。はい、ちょっと部屋が広く感じますね、廊下がありますからね。はい、そしてこちらの白い扉を開けてみたいと思います。はい、こちらバスルーム、水回りとなっています。はい、素敵ですね。そしてここに鏡がついててね、はい、明るい感じです。はい、こちらもねしっかりしてますね。はい、四角いシンクですね。はい、そしてアメニティがあります。ちょっと嬉しいのがバスソルトが入ってますね。はい、あとはゲートホテルと書いた、はい、コットンなんかもありますしね、ブラシもあるしね、いいですね。そしてねここのハンドクリームがなかなかいいんですよね。はい、ここのおすすめです、これね嬉しいです。はい、そしてティッシュがあってフェイス&ハンドソープですね。はい、これねダージリンのねお茶の香りがしてすごくいいものですよ。はい、そしてグラスがありますけども、これもねおしゃれな感じのね丸いグラスでね、いちいちこじゃれてますよね、こちらもね。はい、いい感じです。そして下は、はい、十分な数のタオルがあります。タオルにもねロゴマークが、はい、分かりますかね、入ってまして、すごく、いろいろ気を使ってますよね。そしてこちらの奥は、ドライヤーとなっています。はい、トイレもウォシュレットになっておりますね。はい、そしてこちらがお風呂になっておりまして、独立した感じのシャワーブース付きの、はい、バスタブ付きのお風呂となっています。はい、上行きますと、はい、こちらはレインシャワーがついてますね。レインシャワー、ハンドシャワー、はい、そして先ほどのね、ダージリンの匂いがする、ヒューリックのボディーソープとなっておりますね。はい、そしてこちらね椅子があるんですよね、受けとね、日本のねお風呂みたい、家のお風呂みたいに使えますね。はい、そしてねこちらがねバスタブ深いですね、とてもね長さはあまりないですけれどもね、あとね質感が結構しっかりしてます。そしてここタイル張りということでね、はい、なかなか高級感がある感じもしますね。はい、ただこちらのね、はい、閉めるところのここはちょっとアルミなのでね、あの超一流ホテルとまではいきませんけれども、でもそれでもね十分な感じですね。はい、そのような感じです。ではね、はい、お部屋に戻って眺望を見ていきたいと思います。こちらの窓はローマンシェードがついてますね。はい、はい、では開けてみたいと思います。はい、ちょっと夕方になってきましたけれどもね、
はい、今日は6階でございますが、ビルの間からちょっと夕焼けっぽいものも見えますね。はい、ただこれね、ちょうど建物の正面の裏側の部屋ですかね。はい、ちょっとビルが見える感じですが、ただね、抜けているので景色がね、まだいいですね。ただ本当にやっぱり京都観光都市というか、やっぱ大都市の一面の裏側をね見るような感じですね。多分この通りがですね、はい、河原町通りですかね。はい、繁華街ですね。はい、ちょっとね、景色は多分反対側の方がいいと思うんですけど、今日はねとてもお安いプランで泊まっているので、あんまり文句は言えないですね。はい、光が入ってきてね、いいですね。そしてね、ここ、はい、足元までね、こういう窓になってますので、とても採光がねあって、明るい光が入ってきて、とてもいい感じのお部屋ですね。はい、素敵です。はい、今日はこのようなお部屋を、宿泊してみたいと思います。はい、続きましてこちら宿泊者専用ラウンジの方に行ってみたいと思います。こちらはですね、ハウスワイン、ソフトドリンク、コーヒーがですね飲み放題となっている、自由に使えるラウンジとなっています。よくね、高級ホテルで上級会員もしくはスイートに宿泊の客が利用できるね、クラブラウンジというのがありますけれども、こちらのホテルはですね、宿泊者が全員利用できるというところが嬉しいです。こちらシャンパンやスパークリングワイン、そしてビールなども有料でね買うことができますし、カナッペやおつまみも用意されているところが嬉しい限りですね。こちらにはちょっとしたライブラリーがありましてね、ゆっくり過ごすことができます。営業時間はお昼の2時から夜の10時までとなります。私もね、滞在中何度かお邪魔させていただきましたけれども、感触としてね、夜の遅くになればなるほど混み合う、そんな感じのラウンジでございました。はい、こちら冷蔵庫にねドリンクが入っておりまして、こちらも自由にいただくことができます。ちょっとしたおつまみもありますしね。そして夜はね、オーダーレストランからオーダーして簡単な食事をいただくこともできます。さて、このホテル本当にお得な料金でね宿泊できるんですけれども、それでもこのラウンジがね無料で使えるっていうのはね、本当に素晴らしいサービスですよね。そしてこちらがラウンジにありますパティオでございます。こちらで夜焚き火のようなキャンプファイヤーみたいなものもねあるということで、また夜来てみたいと思います。こちらはジムでございます。ランニングマシン、そしてフィットネスマシンのようなものがありますけれども、ウェイトのマシンは一切ないようでした。はい、こちら小学校の面影が残る階段がありますけれどもね。はい、こちら奥にございますのがですね、リトリートルームということで、自供室と呼ばれているお部屋でございます。はい、こちら立誠小学校時代にですね、道徳や礼儀作法を教育する場所であったということでね、畳で60畳あるね、とても大きなお部屋となっております。素敵ですね。こちらで子どもたちがですね、気を引き締めながら道徳や礼儀作法を学んだと思うとですね、感慨深いものがあります。現在はですね、多目的に使われておりまして、ホテルのイベントも行われているようです。例えば寺小屋体験、能楽のイベント、そして不定期ですけどね、コッタイさんのねイベントが見れますのでね、大変貴重なイベントだと思いますのでね、概要欄に少し載せておきますので、チェックしてね、タイミングのある方はぜひ体験していただければと思います。また毎週土曜日日曜日祝日の朝9時から10時までこちらで朝ヨガレッスンを開催されているようです。ご興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか。さて、夕方になりましたのでパティオの方に戻ってまいりました。はい、焚き火のようにね火が灯りまして、とっても素敵な空間となっています。すごくいい雰囲気ですね。
やっぱりね、火を見ているとなんとなく人って落ち着きますよね。こちらでドリンクをいただきながらゆっくり楽しむことができます。はい、夕方はね、まだ人も少ないのでね、おすすめしたいと思います。そしてマシュマロのね、こういうサービスがありまして、焼いて楽しんでる方、そしてインスタの撮影している女子がたくさんいました。はい、そして少し暮れてまいりましたので、ホテルの前の道にやってきました。こちら1階のね、運動場のところが芝生広場となっておりまして、一般に開放されています。皆さんこちらでね、思い思い座ったり休憩したりしてね、そして飲食店やカフェもありますので、とっても楽しい雰囲気となっています。そしてホテルの目の前はですね、こちら京都随一の歓楽街、木屋町通りでございまして、大変賑やかな通りとなっています。夜遅くまでね、遊んだりすることができますのでね、立地としては本当にいい立地だと思いますね。そしてこの夜の外観もね、とっても素敵な雰囲気となっています。またホテルのすぐ近くには京料理の有名店、タンクマ北店京都本店があります。夜は2万円からということで、敷居がね、なかなか高いんですけれども、こういった機会にね、思い切って予約して行かれてみてはいかがでしょうか。とってもね、繊細な味が人気のお店でございます。さて、そしてすぐ歩くと、この河原町通り、大通りにもすぐの本当に素晴らしい立地です。さて、ホテルの方に戻ってきました。こちらは8階のバーでございます。とっても素敵なインテリアとね、窓ガラスの奥には京都の東山地区の夜景が見えます。とっても素敵な大人の空間となっています。はい、バーの奥にはね、ルーフトップのようなね、屋根はありますけれども、外となっているこういうテラス席があるようなね、席もあります。京都ではね、なかなかこのように夜景を楽しめるバーって少ないんですよね。しかもこちらは中心部のど真ん中ということでね、本当に素晴らしい思い出に残る景色が見れるかと思います。皆さんもぜひこちらでね、ゆっくり楽しまれてみてはいかがでしょうか。はい、朝になりました。おはようございます。それでは早速朝食の方に行ってみたいと思います。こちら8階のレストランですけれども、はい、このようなテラス席がね、とっても素敵ですね。春先や秋はね、気持ちよくこちらで朝食をいただくことができるかと思います。今回私はね、少し暑かったので室内の方でいただくことにしましたが、素晴らしい眺望です。はい、こちらが洋食のメニューとなります。こちらのレストラン、和食の定食もあるんですけれども、実は1日30食限定の大変人気のメニューとなっています。前回私が宿泊した時は食べれなかったので、今回は朝6時半から並んでいただくことにしました。ギリギリね、いただくことができましたので、皆さんもね、和食ご希望の方は朝一で並ぶことをお勧めしたいと思います。はい、京都のね、おばんざいの小鉢が並んだような、このようなお料理となっています。小松菜を使ったものやね、いろんなもの、季節のものが並んでおりますが、はい、焼き魚とお味噌汁、ご飯、梅干しなど、そしてね、京都のお漬物なども見えています。はい、ちょっと取りにくかったですけれどもね、白味噌でしたね。はい、一品一品とっても美味しい料理でしたね。はい、そしてね、この朝食の楽しいところはですね、実はこの食べる料理を取ると下にね、この料理の名前が書いてあるところなんですね。これ全品ね、名前が書いてありますので、一つ一つね、料理を見ながら食事を楽しむことができます。
はい、茶碗蒸しから始まりまして、小松菜とキノコのお通し、ズッキーニとアナゴの山椒風味とかね、内田漬物店の蜂蜜梅干しとかで、生田楽とかね、本当にね、すべて手が込んでまして、美味しい朝食、楽しい朝食を楽しむことができます。ぜひ6時半から並んでみてください。なお、和食を頼んでもコーヒーやオレンジジュースはついておりますので、こちらもご安心ください。さて、窓から知恩院も見えておりますけれどもね、本当に素晴らしい眺望のレストランということが言えるかと思います。本当ね、何度も言いますけれども、京都にこのようなところはほぼありません。なのでね、泊まってない方でもね、こちらに遊びに来てね、ランチやバーとか楽しんでもいいんじゃないかなって、そんな風にも思います。さて、本日はザ・ゲートホテル京都高瀬川バイヒューリックをご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それではこちらで実際に泊まってみた正直な感想を述べたいと思います。はい、こちらのホテルなんですけどもね、とにかく時期によってなんですけれども、大変リーズナブルなホテルとなります。一人朝食付きでね、1万以下ということも珍しくないと思います。ただ反面ね、11月は多分値上がりがすると思いますので、ご注意ください。そしてね、高級ホテルでもないんですけれども、部屋はね、それなりに綺麗で広くて本当にゆったりしてますしね、文句全くないですね。そして小学校の古い建物を残した方にはですね、とても素敵なスイートルームやいくつか種類のあるね、デザイナーズルームっていうのがあります。こちらも大変魅力ですので、ぜひホームページでチェックしてみてください。本当に素敵な泊まりたい部屋がたくさんあります。そしてご紹介いたしましたラウンジで、焚き木があってね、パティオがあって、そちらでワインやフリードリンクのサービスがあるっていうのはね、とっても嬉しいサービスじゃないかなと思います。そして何よりもこの立地ですね、京都らしい高瀬川のね、この位置に立つというね、そしてこのクラシックなね、小学校の建物を利用して使ってるっていうのがね、とっても素敵なホテルで、泊まってよかったなって、そんな風に思えるホテルでもありました。また朝食もね、美味しかったですよ。私は和食でしたけれども、ただね、6時半に並ばないと絶対食べれないと思いますので、ご希望の方はね、本当に気合い入れて並ぶことをお勧めしたいと思います。今回は大満足のホテルステイでした。そしてね、とにかく立地がいいので、観光客にね、お勧めしたいなって、そんな風に思います。どこへ行くにも大変便利ですし、ホテルの前がね、とにかく京都らしい雰囲気でとっても素敵なのでね、いい旅が楽しめるのではないでしょうか。さて、本日もご視聴ありがとうございました。もしこのチャンネルが役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。